今や世界で大人気の K-POP グループ BTS。 その中のメンバーである SUGA はこれまでに2度活動休止をしています。 SUGA はラップ担当で楽曲の作詞や作曲も行う才能を持っているなど BTS にはなくてはならない存在です。そんな SUGA が活動休止ということでアーミーもさぞ心配だったでしょう。 SUGA が活動休止中は他のメンバーで活動していましたが、 SUGA を思う気持ちがちらほら覗き見している場面も多く、メンバー愛を感じる瞬間でしたね。そこで今回は SUGA の活動休止理由やメンバー愛についてご紹介していきます。 SUGA は虫垂炎で活動休止していた。 SUGA が虫垂炎で活動休止をしていたことはご存知でしょうか。 SUGA は2013年12月8日、日本での活動中にお腹に激痛が襲い、帰国をしています。その際、虫垂炎と診断されたのです。8日午後に帰国し、9日の深夜に即手術となりました。虫垂炎は放置する時間が長ければ、長いほど腹膜炎などを起こし、最悪の場合、命を落とすこともある、安易に考えていてはダメな病気です。医学の進歩で、手術時間は短時間になりましたが、SUGA は帰国後、すぐに手術をしているので、進行していた可能性がありますよね。当時デビューして、初めての授賞式に参加することが決まっていたのですが、SUGA の未不参加を余儀なくされました。とても悔しがっていたと言います。虫垂炎の手術を無事に終了し退院後、今度は手術した部分が炎症を起こしてしまい再度入院。デビューしたばかりの SUGA にいきなり災難が襲いかかってしまいました。 SUGA の肩は限界に手術を決意。 SUGA が肩を最初に負傷したのはデビュー前のアルバイト時期で、バイクで転倒したことによるものだそうです。肩を負傷していたことは周知のほどだったのですが、後遺症が残っていたことはメンバーも知らなかったそうです。事故に遭ったことは過去の動画が SUGA 自身が語っています。メンバーには階段から落ちたと説明していたそうです。事故を起こしたことを事務所に話すと辞めさせられるかもしれないと思ったからとっさについた嘘だったようですね。当時の SUGA はアルバイトをしながら学費などを稼いでいたため、デビューできなくなるかもしれないという恐怖が襲いかかったのではないでしょうか。周囲に心配をかけないよう誰にも言わずに肩の不調と戦っていた SUGA ですが、日常生活にも支障が出てきたため手術を決意し活動休止を発表したといいます。 SUGA は肩の手術とリハビリで活動休止していた。SUGA が転倒事故で肩を負傷した際の診断結果は上腕骨脱臼。2013年から活動休止するまで悪化していることを誰にも言わなかった SUGA ですが、ついに手術を決意。その際の事務所のコメントは、SUGA が今月3日に左肩部分の破裂した関節芯を縫合する手術を受けたと発表。SUGA本人が兵役義務を履行するにあたり、そして兵役後に続く歌手活動のためにも健康な状態を作るのが重要だと判断した。当社との長い苦悩の末手術を決意したと説明しています。 SUGA の活動休止を受けたアーミーはさぞ驚いたと思いますが、今後の自分を見据えての苦渋の決断だったのでしょうね。2020年といえばすでに世界中で BTS フィーバーが起きていた頃なので、事務所も相当悩んだと思います。手術を経てまだ腕を固定している状態でブライブを配信。手術の秘話を語っています。 Life goes on でカムバックしたけどカムバックできなかった SUGA ですと冗談交じりに話し始めた SUGA。 またしっかり休んでますか？のアーミーの質問に、僕はよく休んではいるんですが気持ちが楽ではないですね。なのですごくよく食べていて、今またダイエットを始めましたとダイエットを開始して3日経ったと話してくれました。すごくよく食べていてすごく油断したんだよと笑っていた SUGA。
次の質問ではすごく痛いですか？の返答に、今はそんなに痛くないです、ほとんど痛くない、手術してから3日は本当に痛いです、3日は本当に痛くてほとんど寝られずに、今は特に問題はないですと話しています。片手でしか何もできないので不便なことはたくさんあったようですね。その後リハビリ期間を経て、2020年12月31日の大晦日に行われたビッグヒットレイベルズの年越しライブで無事復帰を果たしました。すぐに激しい運動はできないため、パフォーマンスは控えながらも、ファンの前に7人揃って復活してくれたことは、世界中のアーミーにとってとても嬉しいことだったのではないでしょうか。雪だるまで登場。いつもシュガを思うメンバー愛。シュガが活動休止中であっても、メンバーは常にシュガの存在をアーミーにいろんな形で示してくれていました。2020年火曜大祭典で、BTS はブラック、スワンとライフ、ゴーズ、ボン、ダイナマイトの3曲を披露しました。パフォーマンスでは、クリスマスにぴったりなステージで、家の中からスタート。BTS メンバーたちが次々に登場し、アットホームな雰囲気が素敵な演出でした。そこに現れた雪だるま。パフォーマンス中も真ん中にいますが、終盤にメンバーたちが窓から雪だるまを見つめています。この雪だるまの正体はシュガだと言われています。メンバーたちは常にシュガと一緒ということを表現したかったのかもしれませんね。また、至る場所でシュガのパネルが6人のメンバーと一緒に登場しています。常にシュガを思っているというメンバーの愛情が本当に伝わりますよね。時にはシュガのパネルをジンがくるくる回し、雑に扱っている姿に笑いが起こったこともありましたね。また、メンバー6人がシュガに向けて宛てたビデオレターもありました。ジョングクは、ユンギや身体に気をつけて幸せになれと発言し、ジミンは、ヒョン、実は今回ヒョンが手術して、本当に大きな空白があったんですけど、ヒョンがいない空席が思ったよりメンバーにとって大きかったようですと話した後、爆笑し始めます。RM は直感的ですごくかっこいい。ヒョンだけのケアがないから、実は記者懇談会の時すごく辛かったです。テテは、それがヒョンがどれだけ苦労してくれていたのか骨にしみるほどわかったんですよ。とメッセージを送りました。J-Hope は、一緒にいるときは褒めるのがすごく照れくさいんですけど、ヒョンに言いたかったのが、ヒョンは今年たくさんの曲を作業したじゃないですか。ヒョンの曲たちは本当に良くて、本当に本当に素晴らしい曲だっていうことをこの場を借りて言いたいですね。ジンはユンギやお前がいないからメンバーの雰囲気がちょっと落ちたと言おうか。僕たちが時々投げる冗談に爆発する時が多かったけど、そういうのがないからすごく物足りないよ。すごく素敵なメッセージばかりですね。これを見たシュガはとても喜んだのではないでしょうか。ちゃんとユンギの場所がある。どこまでもメンバー愛が深いバンタンが本当に大好き。まとめ。今回はシュガの活動休止についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。シュガはこれまでに2回活動休止をしていますが、1回目はデビュー直後だったこともあり、知らなかった方も多いかもしれません。シュガはデビュー前から一番苦労してきたと言われているメンバーですが、デビュー後も様々な困難と向き合ってきたことがわかりますね。活動休止は苦渋の決断だったかもしれませんが、その後のシュガにとってプラスにつながっていくでしょう。それにメンバーへのシュガに対する愛もすごく感じ取られ、復帰してからのシュガ人気が全く衰えていないのもメンバーが常にシュガの存在を示してくれていたからだと思います。7人もいればいろんなことがあると思いますが、 BTS は本当にそれぞれがメンバーを思いやり、絆が深いことがわかるので、
アーミーはいつも幸せな気持ちで BTS を見ていられるのではないでしょうか。こんな素敵なグループってなかなかいないですよね。今後も衰えることを知らない BTS がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみです。